第三次世界大戦は別名、コロナ戦争です、ね、その初めてですね人間対人間が国対国が戦争するんではなくてですね戦争は起こってないのに大戦と同じような混乱とダメージと分裂分断がです、ね、世界中で起こっているとい状態だというですね えー、第三次大戦に関してはもう僕はあの意見がありまして第三次大戦ってもう怒ってるんですよ。いつ起こるでしょうかとか怒るかもしれませんとかそういうの話じゃなくてすでにもう僕ら怒ったところにいるんですけども第三次世界大戦は別名コロナ戦争ですね。開始したのが2019年のが年ですね。 末でですね、拡大したのがです、ね、2020年のです、ねまあ、春あたりですかねで現在は折り返し地点ですよねあと2年は僕は、えー、第3次世界大戦コロナ戦争は続くと思っています。 第三次世界大戦によってですね、対戦前のグローバル経済というのが崩壊してしまいました。人や物の自由な移動というのはもう戻らないと、僕は思ってます。第二次世界大戦の後ですね、例えばこの植民地っていうですね、世界体制がもう崩れてしまいました。それと同じようにですね、グローバル経済っていうのは過去のものになると、 僕は思っているんですけどもです、ね、今僕らは第三次大戦の,その初めてです、ね、人間対人間が国対国が戦争するんではなくてです、ね、戦争は起こってないのに大戦と同じような混乱とダメージと分裂分断がです、ね、世界中で起こっているという状態だというです、ね、そこだけあの分かっていただければと思いますが、ね、第三次大世界大戦はコロナだというふうに僕は思っていす。 もう本当にあのコロナの騒動が始まった、えー、2020年の5月ぐらいから僕はあの言ってます過去の、えー、岡田寿司の発言というのを見てもらったら分かるんですけど2021年の5月ぐらいからコロナというのは第三次世界大戦だというふうに言ってて過去の世界大戦というのは大体4年続くんですよ。で僕らはそのコロナ戦争ですね第三次世界大戦の2年目を今折り返しつつあるところなんですね。 で、あと2年続くと、正直僕は思ってますので、コロナは最終的に終わって、また日常に帰るのかっていうと、帰るだろうけども、あと2年かかるだろうっていうふうに思ってるんですね。今回のですね、そのコロナ戦争の世界大戦っていうのはですね、どことどこが戦ってるというんではなくて、コロナという。 被害というか事件に関していろんな国の中で内乱に近いような状態が起こっているっていうのがまあ僕の定義なんですね。戦争による死者っていうか被害者っていうのは戦闘そのものではなくその戦闘をやる,あのやること ために、国家総動員でいろんな体制をした結果いろんな産業が潰れていっていろんな産業が廃れていってそして人の移動があってでかつての日常が変えられないものになってしまったこれは第一次大戦前と後のアメリカ第二次大戦前と後のアメリカというのを観察するともう本当にその通りになってるんですけども、多分今の日本も同じように今コロナは戦争だと言われてもピンとくる人まだあまりいないと思うんですけどもおそらく 僕の予想では合計4年かかるですね、この状況がですね、終わった頃にコロナの前と後で日本人の生活、生き方、価値観がどんなふうに変わってしまったのかっていうのを俯瞰してみると同意していただけるんじゃないかな。ああ、あれは結局世界戦争だったんだなっていうのがわかると思います。国と国とが武力をかけて戦うような戦争っていうのがおそらくもう 終わってしまったという言い方は悪いんですけどもそれはもう地域紛争の一つにしか過ぎなくなって以後世界中で起こる世界戦争というのは今回のような病液によるパンデミック戦争かネットワーク破壊によるデジタル戦争ですねネットワーク社会戦争,戦争みたいなものになってくるんじゃないかそれでなかったら世界戦争とそういうなんか構造になってくるのがいよいよはっきりするのがですね まあ、あの、2022年以後の世界だというふうに僕は考えています。